今回ね、俺の大好きなさ、ヘラクライストと、俺のめっちゃ好きなキャラがね、コラボしてるんだって。だから、宇髄か、煉獄さんでしょ、これ。宇髄天元か煉獄さんがヘラクライストと、コラボ、まあ、そういう情報をね、ゲットしており、あとね、宇髄の単体のシールもあるんだって。箱とかにはね、宇髄出てないんだけど、いるらしいんだわ。めっちゃ楽しみだよな、ウズイの単体してる。煉獄さんはもちろんあるでしょ。このポーズ絶対ある単体。すげえ楽しみだな。あと他のさ、コラボシールも最後のさ、多分21、22、23、24、この4枚がいつもと同じ、まあ23、24の可能性もあるけど、おそらくレアじゃん。シークレットつがこれぞコラボシールってやつなんだけどさ、それの、いや、ブラックゼウスと赤座みたいな、あるかもしんねえよな。ブラックゼウス、アガサみたいな。パッケージはこの2種で、全部で24種類ありますよと。いや、楽しみだね。この煉獄さん、すっげえ欲しいわ。で、ワンボックス30入ってるから、運が良ければ、可能性は低いと思うけど、運が良ければ、ワンボックスコンプもできまするということで、早速、開封して、いきましょう。一発目から、あと、ヘラクライスト。いや、誰とコラボ、なんかね、ヘラクライストの格好してるんじゃないんだって。ヘラクライストとコラボしてるんだってさ、煉獄さんと、いやでもウズイかな、俺のね、すごい好きなキャラがね、刺さってそう。おお、一発目からこれ21、2、3、4のどれかだろう。善逸とスーパーゼウスと善逸なんだね。スーパーゼウスだったら炭治郎って感じがしたけど、いや、それが煉獄さん、今回はね、煉獄さん、スーパーゼウスと煉獄さんで、ブラックゼウスと赤座みたいな、絶対かっこいいよな。おお、でも、あ、シークって読んだ。24のカード。あ、シール。うわー、すげえ。かわいい女の子に目がない両者の ケイオスコラボ。コントンコラボか。再び実現。すげえ。めっちゃいいね、これ。最高じゃねえか。このさ、後ろのさ、このキラ具合。めっちゃ綺麗じゃない。すげえ、ゼウスがさ、この格好してるの超かっこいいんだけど。キラキッスン。やばいな。これ、一発目からやべえシール出してしまった。なんだこれ、めっちゃ調子いいぞ。調子良すぎる。これ次、うずいてんけん単体来るんじゃねえか。震えてきた。うずいてんけんの単体楽しみだな。さっさっす。あ、イグロさんだね。あ、木の上にいるあのシーンだ。あのシーンを切り取ってる。イグロおばない。すげえいいとこ切り取ってんな。オッドアイがなんか強調されてるデザインになってるね。ナンバー15のイグロさんのシールゲット降臨で、めちゃめちゃさ、なんかこの流れで行ってほしいよね。調子いい感じで。しかしね、後半絶対被るんだよな。被りまくってワンボックスコンプはできないっすよね。パーティーなんでな、絶対な。うおー、マジでか。怖い怖い。取り乱した。取り乱した。薄い天元の単体、これか。超かっけえ。後ろちゃんと字があるね。音という字に柱という字がエンボス加工し、ほら、やっぱ、デコボコしてる。エンボス加工だ。うわ、うずい天元かっけー。デコルメされてもかっこいいよな。筋肉が強調されても。うおー、うずい天元。鬼殺隊の音柱。筋骨隆々、いいね。筋骨隆々。大柄な剣士で、派手ないでたちを好むと。やったー、10番。うずい天元ゲット降臨で。っていうか、さっき気づかなかったんだけど、あ、あるわ、あるわ。ちょっと見にくいんだけど、字あるね。ほら。あるよね。蛇と柱。ちゃんとあるわ、字。音と柱。あるね。さっき気づかんかったけど、後ろに字がある。めっちゃかっこいいわ。そして、次。4枚目。来るか、ヘラクレスト。ヘラクレストめっちゃ楽しい。誘う。そういうことか。いやいや、ギウさんも大好きだ、俺。ギウさんも。ギウ、あ、そうね。ヘラクライスト、ギウさんだわ。俺、煉獄さんが宇髄天元だと思ってた。そういう、お、めっちゃいいじゃん、これ。ギウさんと、うわ、マジか。これ何ば、これ23か、22とか。あ、シークレットワンだから21だな。ギウさんとヘラクライスト。うわー、これはやばい。俺の大好きなヘラクライストが、ギウさんの着てるね、服。着物着てるね。羽織っつがこう、着てるギウさんの。これはレアだわ。これはレアだわ。煉獄さんと、うずいバンジョーもねえかな。ヘラクライスト。よっしゃー、来た。なんかさ、シークレット出やすくない？シークレット簡単に出んじゃん、今回。あのレアのさ、21から。マジ？
すげえ余裕でシークレットナンバーズが余裕で出るぞ。ささっと煉獄さん来た。あ、後ろ注目、後ろ見て、うわこれ見やすいね。炎に柱、円柱、ポーズかっこいいね。なんか棒状の もの持ったらこういうポーズ取っちゃうよね、さってね。とっさにやば、煉獄さんポーズ、やば、ナンバー8来たー。迷路を開花する炎の呼吸を使う円柱、人々が行方不明になる無限列車の調査に赴くと、あの列車に乗るし、いやー来るよな煉獄さん。まさかいきなり赤座が来るなんてな、あれ誰も思わねえよな、赤座いきなり。いやーすげえわ、かっこいい。煉獄さん色もいいよね、レッド合ってるわ煉獄さん。いやーこれはすごいな、めちゃめちゃかっこいいシールが補充できたよ。そしていやワンボックスコンボいけるかなこれ。いやでもね、うわ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 、噂をすれば赤座来やがったぞおい。煉獄さんと赤座バトってるわ、マジ強かったなこいつな、半端ねえやな再生能力な。こっち刀持ってんだぜ日輪と、素手で戦ってんだぜ刀と素手。普通だったら10対0で負けんのにな、向こう刀持ってたら大抵。こいつ素手で渡り、しかも煉獄さんと、うわー赤座だこの戦い。20番だな、普通ノーマルシール最後だ。俺になろう京次郎、そうすれば100年でも200年でも鍛錬し続け、でもこのね、あの心意気が好きでね、100年でも200年でもさ鍛錬し続けられるっていうね、強くなれるっていう、やっぱ男は常に強くならんとっていう気持ちを持ってないとな、日々精進、うん、毎日修行してな、昨日の自分より今日の自分の方が強いと、で今日の自分より明日の自分の方が強いと常に鍛え込んで、いやこういうね志は好きなんだけどな赤座だな。でも 俺たちの煉獄さんをな、兄貴をな、クソーあの野郎。お、忍さんだ、こっちの忍さん。お、虫、柱、字がいいよねこれね、字浮き出てる、このエンボス加工だからね、デコボコしてんだよね。こっちの忍さんゲット降臨で、忍さん、おっしゃ、ナンバー9、人の命を奪っておいて何の罰もないなら殺された人が報われません。そうだよな、だから正義のヒーローがいるんだろうな、こういうね正義のヒーローは赤座はな、でも悪でも魅力的なキャラだったよな赤座はな、かっこよかった赤座、すげえ好きな俺。一応やっぱ黒脂肪好きだけどね、やっぱり黒脂肪ね、デザインもね、あの体格もね全部好き、マジあれ普通にタイムマシン負けるからね、あのガタ色でかさ絶対強い。おお、ゼイツ来た、単体だねゼイツ、おおかっこいい、ナンバー4のゼイツ、さっきのさコラボのやつも良かったけど単体もいいね、迫力満点。これに後ろにゼウスが加わるとザン、さっきのシークレット、いやでもゼウスかっこいいな、お前なかなかなんかね様になってるというか強そうじゃない。マジで霹靂一閃出しそう、しかも連撃でいけそうな感じがする、一撃で。さすがゼウスだな、全知全能ゼウス。そしてあーやばい、右半分がもう終わるぞ、まだ被ってない、え待っていけるかこれ、ワンボックスコンプいけるかもしれない。おお、炭治郎禰豆子だ、兄弟のシールだね、すげえ、これ何番、あ1番だ、1番のシール、炭治郎と禰豆子のシールだ。1番は俺と禰豆子の絆は誰にも引き裂けない、だからセリフがさあの入ってるのいいよね、あの後ろにさセリフがセリフ読むと思い出すからねシーンをね、すげえいいなセリフ入ってるの。そして次ささ親方様じゃねえか、うわマジかすげえこれいいよ、かっこいい、後ろがすごい綺麗だねこれ、後ろあの花のさあの藤の花、ここすごい綺麗じゃない、ここのあの後ろの背景、エンボス加工だからデコボコしてんのもすげえいいし、ナンバー16親方様、おおすげえ、炭治郎と禰豆子のことは私が容認していた、そしてみんなにも認めてほしいと思っている。16。すごいね。一枚被ってないよ、まだ。嘘。いや、モンストロ被るはずなんだけどな。左半分かな。いや、でもモンストロ来るぞ。絶対被りまくるよ、これ。絶対に被りまくって、地獄を見る羽目になると思ったのだが、被らない。エンムいたんだな、エンム。エンムお決まりのポーズしてんだ、ここで。お決まりのポーズ、エンム。ザザン、ナンバー18の、エンムと。幸せな夢を見せた後で悪夢を見せてやるのが好きなんだ。げつ、どちくしょうだよな、こいつな。
夢でちょっとブロリーになってる夢を見せてほしいよな。夢、ブロリーになってる夢をさ、見せられた後にどんな地獄のガリガリな、ガリガリボディになってる、ホラーマンみたいになってる夢見せられるのかな。地獄だよな。ホラーマン筋肉ねえじゃねえかっていうか、おおおおお、嘘だろ、なんだこれ。煉獄杏寿郎、セントフェリックス。うわあ、これ合ってるなあ。いや、これは合ってるわ。セントフェニックスと煉獄さん。突進力を感じない、躍動感を感じる、このデザインには。シークレット2。うわ、マジで？え、だからシークレットこんな簡単に出るの？出まくってんだけど。嘘だろ？あと1枚でコンプじゃねえか。マジでこの箱でコンプできるかもしれない、シークレット。嘘、あとシークレット3だよな。3だ。3出てないから、あと1枚でコンプリートじゃねえか。いや、これはかっこいい。いや、でもヘラクライス俺大好きだからさ、このコンビネーションもすごい嬉しいんだけど、煉獄さん熱かったな、シークレット2。俺まさかのこの箱でコンプいけるかもしんないね。え、嘘。いや、数的には余裕でいける感じするじゃん。でもね、ビックリマンシリーズって大抵コンプできないはずなんだよ。え、いけるかも。うわぁ、デザインやば。あ、ヒレ伏してるね。ヒレ伏してる。あれは怖かったな。この何言ってもさ、何思っても心読まれるしさ、うせこのボケとか思ってもさ、うせこのボケだとって、よいも最悪だよね。あれもうどうせ逃げ道ねえじゃねえよ。無残さもすげえわ。うわぁ、ナンバー17。これはもうどうしようもないっていうね。心読まれんのマジでやだわ。俺悪口言いまくってっかね、こいつハゲ知らねえからみたいな。全部読み取られるわけでしょ。お前、今、え、終わってないっすよみたいな。最悪だよな。逃げ道ねえじゃねえか。うわ、すげえ。一枚もかぶってない。マジか。あ、カノちゃんだ、カノちゃん。カノちゃん。カノちゃんゲットゴリンで。うわ、ピンクが、背景かわいいね。ピンク、カノちゃんに合ってるわ。ズユリカノ、ナンバー6。小さく、子供になった。ズユリカノゲットゴリンで。そして、うわ、右半分これで最後。一枚もかぶってな。奇跡起きてる。マジでか。これワンボックスコンプいけるぞ。ワンボックスコンプ。でも左からかな、被るの。被りまくるとしたら、あ、待って。あ、ビート、あ、カーザー単体だ。シールねえと思った。うわぁ。破壊札。この後ろのさ、まがまがしい。オーレ、やばくない？まがまがしい、この感じ。エンボス加工だからね。うわぁ、ボーってるなぁ。やべぇ、赤座来たぁ。ナンバー19。赤座。素晴らしき才能を持つ者が醜く衰えていく。俺は辛い。耐えられ、いや、わかる。わかるよ。最高だな、この並び。やばくない？赤座とさ、煉獄さんダブルであるだけでもやばいのにさ、単体で。一枚に凝縮されてる。一枚のシールに凝縮されているシールもあるんだぜ。すげえ。完璧だわ、これ。今回のハイライトシールだろ、これ。そして、こっからが左半分の戦いに。一枚も被ってないかね、まだ。コンプあるのか？これ。まさかコンプあるのか？ちょっともうワンボックスコンプあるぞ、これ。でも左はこれ被ると思うよ。はい、被る。被る。ナイドルって言ってる。マジで？無一郎。時藤無一郎。マジ？あ、ちょっと字もあるね。いや、背景のデザインかっこいいな、これ。ナンバー12。うわぁ。うわぁ、マジ？ワンボックスコンプある。さっそ。嘘、震えてきた。初じゃねえかな、俺ワンボックスコンプ。びっくりマンの、これできたら。あ、初かぶり入りましたね。いや、安心安心。ここで、もうこの辺でさ、かぶり入ってくるの逆に怖かったから。おー、よかったよかった。まあでも、全部、ね、6枚はかぶるね。全部違うやつだったとしても、6枚はさ、ちゃんとかぶんないとダメだから、計算上はかぶるからさ、義勇さんだ。柱たちのシールがもう荒ぶってきてるわ。すげえ。デザインがいちいちかっこいいね。うおー、素晴らしい。まあ、一応やっぱ、煉獄さんと天元がですね、もう天元ポーズもいいじゃん、これな。天元。赤すげえ合ってるの、煉獄。この赤かっこいいね。いや、映えるわ、赤い色は。ギグさん、ね、ブルー合ってるけどな。ブルーな。ザザーン！ナンバーセブン、飛び岡ギュー！おっしゃー。ゲットゴリネだ。生殺与奪の剣を他人に握らせるな！炭治郎にね、厳しく一括。いやー、かっこよかったな、あの時の義勇さんな。いやー、弱いと何もできねえぞと。な、お前、強さが必要だと。いやー、かっこよかったな。さ、おー、伊之助、伊之助。
これ持ってない初だね。イノスケ、え、待って、マジコンプいけるぞ。ナンバーファイブ、え、怖いんだけど。マジで。あとシークレット、あ、そっか、シークレットで手こずんのかな。あと1、3番だっけ。 S3 がシークレット3が出てないから、それで苦戦す。おお、イノスケ連続できたわ。これ2枚目かぶりだね。親方様とイノスケかぶって、そしてどうだ、もうそろかぶるか。頼むぞ、かぶり続けるか。もうそろかぶりゾーン突入してるのか。さ、姫島行明、こいつガタやべえからな。絶対タイマン勝てんぞ。しかもあの怪力、鬼を素手で殺すぐらいのあの羨ましい怪力を持ってるよな。負けてらんねえよな、鍛えねえとな。ナンバー14、姫島行明、うん、よしよしよし、柱連中が荒ぶっている。そして、え、待って、マジいけるか。でもこのまま行ったらすげえ嬉しい。コンプリート、ワンボックスで200余るけどね。さ、お、無一だね。これで3枚かぶったから、あと3枚だな。あと3枚か4枚かぶったら終わる。だから3枚はかぶっても OK。 あの計算上絶対かぶるからさ。いや、すげえ緊張感が。1枚かぶるかな、これで。どうだ、かぶるか。さっさっ、あー、かぶったね。義勇さんかぶりと OK。 でも嬉しいかぶりですな。義勇さん何枚来てもいいよな。シールだから貼れるっていうのがさ、激アツじゃない。いや、張りてえ、ギウさん、マジで。かっこいいわ。そして、さ、ネズコ持ってないな。初ネズコ。すげえ強そうなポーズ取ってるね。ネズコ。ナンバー3のネズコ。ムーかわいい。ムーめっちゃかわいいな。よしよし、ネズコ来たぞ。ネズコ。ネズコちゃんが来て、そして、いや、シークレット3出ねえかな。出たらコンプだぞ。シークレット3。タロット3。シークレット、出ねえよな、全員。全員も被ってると。4枚でしょ。うわー、きつい。やばいぞ。あと2枚だ。あと2枚。そうだよね。6枚被れるはずだから。あと、あれ、お、そうだよね。あったら、ごめん。あれ、俺さっきなんか、わけわかんないこと言ったかもしれない。ちょっと待って。こいつを忍ぶね。これで5枚被ったと。あと1枚被れる。そうそう。合計、6枚被れるから。俺さっき合計4枚って言ったっけ？ごめん。ちょっと間違い。合計6枚被れるから。あと、うん。1枚被ったら終わりだな。今もう6枚被ってるから、あと1枚被ったら終わり。緊張感が、あー、7枚目だ。7枚被った。これで全室2、4、6。うわー、マジかー、マジか。7枚被ったからワンボックスコンプできんかった。うそー、これでワンボックスコンプは、やっくそ、マジか。いけそうだったらいいな。炭治郎、炭治郎、これ2番だ。1番はあのねずこちゃんと炭治郎のやつで、で2番が炭治郎で、3番がねずこだ、単体だったね。あー、頑張れ炭治郎、頑張れ。俺は今までよくやってきた、俺はできるやつだ。こう思い込むって大事だよね、ほんとね。こういうあの自分を鼓舞する言葉、すごい大事だよな。これ素晴らしい、炭治郎素晴らしい。そして、うわー、次あのシークレットコンプして終わりたいね。シークレットコンプして出るかな。あ、出ない、行名か。うわぁ、ワンボックストップいけんかった。あと少しだったのに。シークレットと出たらなんだろう。あとまだあるか。たくさん。あと何枚だろうな。くそぉ、コンプしたかったわ。さっさっ。お、品津川。出た。あ、これは、一番最初の、ねずこが、サネミ。おぉ、顔怖くねえ、これなんか。品津川サネミ。めちゃめちゃ顔傷とか。含めて全部すげえ怖い感じになってるね。一番最後の方の最終話方のね、品津川さん、すごいなんか丸くなったっていうか、すごい優しい表情になってたような気がするけど、この頃すごい表情してんな。ナンバー13。そして、ワンボックスこれにて終了。あとは11とシークレットの3番のシールが出たら、いや、これ、いや、いけるかな、この箱で。この箱で、200、いや、200個でいけるな。おそらく2はこれ、11とシークレット3でコンプだから、まあ、そこまで難しくないでしょ。多分、大丈夫だとは思う。この箱で決めるぞ。頼むぞ。もう右半分でコンプしちゃいたいよね。頼むぞ、右半分で。さあ、はあ、頼む、頼む。いや、でも3箱目突入しても、まあいいんだけどさ、ドキドキすんじゃん。この箱に出なかったら終わるみたいな。この箱、1箱残してコンプするのとさ、違うからさ、気持ちの余裕。レベルが、おー、まあ、被るよね。しょうがない、かぶりゾーンだからね。全然 OK。もう被りもたくさんゲットできるし、チョコレート、ウエハースもたくさん食えると。もう最高でしょ。うん、最高最高。
かぶりもゲットできたさ、いやめっちゃ緊張してきた。あ、赤座ね、ほら赤座晴れるよ。もううわ、このまがまがしいオーラがいいよな、かっこいいよな赤座な。ここもね、ここもいい、素晴らしき才能を持つ者がね、見に行く、驚いていく。俺は辛い、耐えられない。いや、わかるもん、すごい。すごいわかる。どんなにさ、勉強しまくって頭良くなってもさ、どんだけ鍛え込んでこのボディ、筋肉、パワー、手に入れてもさ、衰えてて死ぬからな、じじいになってったら。いや、ここはね、まあ、ちょっと俺、うん。煉獄さんがさ、なんか、老いることも死ぬことも、人間というね、儚い生き物の美しさだと。言ってたじゃん。でも俺ちょっと納得できないんだよ、そこね。老いるからこそ、死ぬからこそ、たまらなく愛おしく、尊いとか、なんかそんなようなのが言ってたじゃん。ちょっとそこはね、俺ね、煉獄さんと思想が違うんだよね。かといって鬼になったらな、でもよく言ったら人間襲うというか人間食わなきゃ、ちょっとそう無理だよね。だから鬼にはね、いやーでもな、吹けないって最高じゃない？老化ないんだぞ。吹けないんだぞ。最高だよな。やっぱ鬼になるかな。マジで。え、みんなどうする？みんなだったら鬼になる？いや、でもさ、鬼になったら、あの再生能力手に入るんだぜ。もう煉獄さんが鬼になったら相当強えぞ。一瞬で回復だからね、あんな傷。人間だと致命傷な傷も、鬼になったら、はい、秒で治るって。おー、来た煉獄さん。かっこいいなー。でも煉獄さん貫いたからね。もう知る間際になってもさ、貫いてさ、鬼にはならんと。何言われてもならんと。絶対ならんと。強いよなー。俺なっちゃうぜ、あの必死に棒を押されて。もう、なっちゃわない。もうだって、死ぬの嫌じゃん。死にたくないじゃん。可能ね。だから一番いいのはさ、鬼にならなくて、若いボディ、今のこの全盛期のこの若いボディのままで永遠に生きられる。死なない。老いないっていう。最高だよな。いや、なんで老いなきゃいけないんだろうね、人間ってね。マジジジイになりたくない。ほんときつい。いや、年々さ、いやもうきついんだよ。どんどん年取ってくんじゃん、年々、ね。まあ、当たり前なんだけど。まあ、それが人間なんだけどさ。まあ、俺だけじゃないし、平等じゃん。ね。平等。今、10代の子たちもね、50年後とか絶対自信ババアになってるからさ、それ平等だからさ、しょうがないんだけど、やっぱ嫌だよな、老いるのってな。いや、おい、ほんと嫌だわ、マジで。かといってね、若いうちに知りたくもないしね。もう絶対知りたくないじゃん。若いうちに綺麗なまま。嫌じゃん、なんか。人生一回しかないからさ、最大限。もう、行きたいよね。150歳ぐらいまで行きたいよね。150、いや、200、200歳ぐらいまで行きたいけど、限界突破して。でも、そうなってくると、ヨボヨボのジジイなんだよね。でも、ジジイマッチョになれたらかっこいいからさ、まあ、ジジイマッチョ目指すわ。頑張って。これは現実的なさ、うん、あれ、打開策というか、ジジイマッチョはかっこいいから、ジジイマッチョになればいいと。いうことで、できれば追いたくないけど、知りたくないけど、うん、しょうがない。人間は死ぬようにできてるからな。ああ。っていうか、一枚も、持ってるの出ないんだけど。持ってないの出ないんだけど。マジでか。11のシールと、シークレットトゥリーなんだけど、一枚も出ないんだけど。お！天元かぶりました。ありがとうございます。天元ね。天元も鬼だったらかっこよさそうだよな。天元の鬼バージョンとさ、煉獄さんの鬼バージョン見てみたくない？めちゃくちゃ強そうだな、こいつら。どうなるんだろう、鬼になったら。いやー、でも鬼にならねえだろうな。もう精神が強いからな、みんなな。柱連中はね、精神鬼だからマジで。柱連中は。鬼すぎるからな、ささっと。おー、一番ね。いや、やべえな。200個目で、コンプで3箱目突入のさ、フラグ立ってね。マジで怖いんだけど。お、品津川ね。いや、すげえ怖いわ。この品津川さんの顔。めっちゃ怖い。あのなんかピーロみたいじゃない。あの、なんだったっけ、ペニーワイズか。ペニーワイズだったっけ、あれ待って。名前忘れちゃった、あの、ピエロ。あれめっちゃ怖くてさ、あいつ、俺、三井ちゃんだわ、多分、11。出てないもんね、三井ちゃん。ごめん、三井ちゃん忘れてたわ。そうだ、柱、三井ちゃん出てない。ふふ、柱。三井ちゃんっぽいね、これ。三井ちゃんっぽいデザイン、ピンクのデザインがすごい、ほら、11。甘露寺三井。オッケー。これ、イグロさんと並べてあげようか。イグロさんとな、待って、イグロさんどこやったっけ？あ、閉まっちゃってるよ、今。ということで、あと1枚シークレット3！ え、次、ワンボックスでさっきすげえ、3枚出たのに、もうなんか止まったね。この箱1枚も出てないもん。マジでか。もうそろ、わー、噂をすれば出たのだが、これは持ってる。でも嬉しいね。ヘラクライストがさ、この義勇さんのさ、格好してるの超珍しいっていうかさ、もう、なんか、レア中のレアだよね。この先もう一生ないかもしれないっていう。そう考えると、あ、それかさっきさ、煉獄さん出たか。
5個目。さっきこれ出たわ。レンゴさん。レンゴさんとセントフェニックス。でもこれ持ってるんだわ。3が出てないのよ。1と2。この次が出てない。でも、1、2と来たから3の可能性あるな。シークレット行くぞ。シークレットさっきと同じ枚数だったらあと1枚出る可能性あるから。3箱目突入するかな。ちょ、待ってくれよ。ささそう。あ、胡蝶忍ね。胡蝶忍も、かぶりと。そして、頼むぞ。シークレット。最後まで追い詰めてるのに、出るか？あー出ない。ねずこっちね。ねずこちゃんが来まして、そして、S3。S3 なんだろうね。S3 すげえ楽しみ。早く見たいな、S3 のデザイン。姫島行明。そして、S3。頼むぞ、S3。いや、でも俺、シークレットヘラクライスの、めっちゃ、ちょっと熱かった。ブラックゼウスかな？出てないもんね、ブラックゼウスね。ブラックゼウスはいるような気がする。ブラックゼウスと赤座とかじゃねえかな。ブラックゼウス赤座みたいな感じの。いや、めっちゃかっこいい。それかさ、十字架天使忍とか、十字架三つり天使でもいいよね。十字架三つり天使みたいな。最高じゃねえか。そういうの来ねえかな。炭治郎でしょ。いや、強え。待ってくれってやばいぞ。この箱でコンビ決める予定だったのだが、まさかのラストボックスに突入か。いやでもそう考えたら3箱ゲットしててよかったわ。おそらくまあ多くても200個ではコンプできると思ってたんだよね。でもたくさん売ってたから3箱買ったの。さあ1段の時マジどこにも売ってなかったんだよね。1段。でも2段めっちゃもう売れ残りっていうかさ、めっちゃあるんだよね。大量に作ってくれたのかな。1段の時はさ、売れすぎてさ、少なく在庫不足になったから2段を大量に作ってくれたのかな。ちょ、わかんないけどめっちゃあってさ、超ラッキー。レイコさんやべえ。ちょっと待って。嘘でしょ。最後の箱突入すんの。待って、この箱でコンプさせてよ、頼むって。さ、うぜい天元。天元あざす。天元見るとテンション上がるよね。どんどん逆境に陥っても天元を見るとテンションが上がる。いくぜ、出るぜ。マジでか。いやでも4枚入ってることあるかな。え、 S3 何、そんなレアなの。 S4 が善逸とゼウスだったよね。だから S3 がブラックゼウスと誰かだと思うんだよな。でも赤座だろ多分。あ、それでもムザン様かな。マジでか。いや、でもまだ可能性、4枚入ってる可能性だってあるじゃん。わかんないから、ちょっと見てみようぜ。わかんない。あるかもしんないじゃん。ねえ。まだ望み捨てるのは早いよ。まだあるかもしれないから。最後の4パッキーでしょ？この4分の1で。あるかもしれないじゃんか。さ、やばいな、ないな、多分。やべえな、多分ねえな。最後の箱突入かよ。200個でコンプできんかったわ、俺。マジでか。さ、赤座ね。鬼になれ、教授郎。いや、どうしよう。こんなちび狩りにボコられるんだと辛いよな。で、鬼になって仕返しするか。鬼になった瞬間に、お前よくもやってくれたなと。いや、でも、年季入ってっから向こうの方が強いか、まだ修行しねえと勝てねえよな。俺も鍛錬しないと。200年、300年、400年。いや、でもいいよな。ずっと鍛錬できるんだぜ。500年、600年、1000年ずっと筋トレできるっていうね。己を鍛え続けられる握力を。とんでもない人類誕生だろ。やっぱ死にたくねえよな。死なない方法ってないんかな。なんか魔法とかで死なない方法とかさ、あればいいのにね。コンプできんかったわ。そうこうしているうちに、終わっちゃった。嘘でしょ。最後の箱突入じゃん。よかった。マジで本当に3箱買った。俺にグッチョベ。あの時の俺に。200個でいいかなと思ったんだけど、たくさんあったからさ、最後かぶりも欲しかったし、買ったんだよね。よかったわ、買っといて。コンプできんかった、200個で。嘘だろ。あと1。S3 が出てないから、この箱で出なかったら今日はもうコンプできない。でもあんだけあったから多分まだあると思うから、ちょっとこれ出なかったらまたちょっと今行ってくるわ。買いに。まだあると思うから。買いに行ってくる。あと200ぐらいあればコンプできるよな。マジか、コンプでき、嘘だろ。あ、でも、ワンボックス3枚だな。やっぱな。ワンボックス3枚、シークレット入ってるから、3枚、のうち1枚どれか S3 だったら勝ちだよな。マジ、頼むよ、ほんと。3枚のうちさ、全部持ってるやつだったら。あー、怖いな、コンプできる。マジ怖えわ。200個でいけると思ったら強いな、やっぱな。頼むぞ、コンプリートさせてくれよ。M からの、頼む、シークレットもう来てくれ。持ってないの頼むぞ。
持ってないの来てくれ、持ってないの。お、煉獄さんね、煉獄杏寿郎。そして杏寿郎からの、頼むぞ、来てくれ杏寿郎からのシークレット。怖い怖い怖い、赤座杏寿郎のバトル、すげえな、戦ってるな。素手でここまで強いって憧れだよな。素手でここまで強いって鬼になろう杏寿郎、鬼になろう。いやでも誘われたらなっちゃうかもな、そのままの雰囲気でノリで。俺その場のノリに流されるタイプじゃん。あんだけボコられてさ、鬼になろうって誘われたらなるかもしんねえよな。でも人間食うの嫌だしな、人間襲うのも嫌だしな。いやー、でもそ、でもじゃないと殺されるしな。鬼になってからやり返すっていうね。こんなちび狩りにボコボコされる。赤座来た、かっこいいな、でも。いや、かっこいいな、赤座な、やっぱな。このまがまがしい背中のエフェクト。かっこいいわ。素晴らしき才能を持つ者が醜、衰えていく。俺は辛い、耐えられない。いや、わかるわ。いや、わかるんだけどね。すげえわかるわ。俺もね、いや、わかるよ。俺の好きなね、瞳、全盛期すげえなと。で、今ね、おじいちゃんになった姿を見るとすげえ悲しくなるんだよね。あの時あんなにすごかった、全盛期。すごかったよなぁ。3、40年前こんなんだったのに。いや、こんなおじいちゃんに。でも俺もなるから、みんななるからね。そうなの、避けては通れない道じゃん、人間の。だすごい辛いんだけどな、受け入れるしかないよな。ジジイマッチョ目指して頑張っていくしかねえよな、という言ってるうちに意味がもう終わるんだがマジか、コンプできねえんじゃねえの。うわ、やべ、ライフ1使った、ライフ1使った、あとライフ2、ラスト2だぞ、マジでか。いや、でも確定じゃないかもしんないけどな、ワンボックスさ、シークレット3枚の確定じゃないかもしんないけど、でも全部3、3だったよな、今まで。一箱2箱。だから3だろうな、おそらく。え、まずいわ。まさかここまで追い詰められるなんて。24種だったから、余裕でコンプだろうと思ってたのに、3箱もあればね。まあ、2箱でもいけると思ったんだもん、ほんと。いや、でも、うわぁ、きついって、ちょ、でもまだ大丈夫。まだあの、ライフ2あるから、その2にかけるぞ。いや、マジ、誰だ？レッス3、すげえ強いぞ。絶対ブラックゼウス赤座だろ。ブラックゼウス赤座鬼になれ。いやー、マジやばい。右半分もあと2パッキー、これ含めて2パッキーで終わるからね。ガチでか、頼むぞ。うーどるるどるるどるるるどるる、右半分これで終わりどっどる、とつかるどる、とつかるどどるどる、とつどるって、とつかるって。やべ、ガチで。え、待って待って、もう余裕ねえぞ俺。もうちょっと待って待って待って、精神統一、精神統一、精神統一、マジやべえ、ちょっと待って、ふざけんなよ、もうばっかのこと。マジで嘘だろ、嘘だろ、さ、うるさい天元。やっぱね、こうやばい時に天元を見るとテンションがガチ上がり、俺のペクトルスメジャーが、いや、ほんとこの全盛期の今のバグリスマスボディで止まりてんだけど、一生この先以上追いたくねえな、この全盛期のまま止まりて、方法ねえかな、マジで。鬼になる以外でさ、バックルスマッスルボディ止まりたくねえ。このパワー全盛期で衰えたくねえ。やべえ。え、つうかさ、シークレットさ、もしかしてさ、え、1枚で終わってパティーもアルパティーンじゃねえ。アルパティーのさ、トゥトゥトゥルトゥトゥルルトゥトゥル、追い詰められた、トゥルル、追い詰められた、トツカ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 。やべえ、マジやべえ。ラットライフ1、おそらくね。てか、ここまで苦戦すると思わんかった。嘘、マジで、ガチで。待って待って待って、大丈夫だよな、出るよな、俺信じてるからな、出るよな、 S3 怖い。え、マジで怖い。一枚一枚見んのがマジで怖い。嘘、あともう、え、何パッキーだ、もう左半分も途中ぐらいまで来てるよね。え、待って、姫島業務、ガタイ。ガタイの申し子、パワー。申し子。そして、え、待ってくれって、ガチで、ほんと頼むって。コンプさせろよ、3箱買ったんだぞ !3 箱買ったんだぞ !3 箱でコンプできないの、うっそ、こんなことってあるか。全部で24種だよ、全部で24。待ってって、さ、うおこれ、待って待って。これもう半分来たんじゃないか。左半分。ちょっと待って、ふざけんなよ。大丈夫、絶対。あと1枚絶対出る計算
あ、ビビったパパビビったすげえ声。あと、これ合わせて5パッキー。やべ。あと、ライフ5。ちょっと待って。頼むぞ !SS3! あー、イグルおばない。イグルおばない。こんだけ開けてんのに出ないやつあるって怖くない？マジで。嘘、コンプできないのこれ。頼むぞ !SS3! 煉獄さん、いや、もう乗ったわ。煉獄さん来た。かっこいいなー。このポーズ。ダデーン！炎っていう文字がすげえ合ってるね、この男に。炎。炎の男。頼むぞ炎の男みっちゃん来るぞこれで来るぞはい、間違いない。はい、S3 うるせえ待って待って待って男の中の男2回続いた嬉しい煉獄さんからの天元もう乗ったなもうこれで出なくていつ出るのか今でしょはい、間違いない。ラスト2だし、しかもラスト2うわ、この連チャン続いたらもう出るしかないでしょ男、男、そして S3 でしょラスト、いや、待って怖い怖い頼むぞパポッポパポッ大丈夫大丈夫。まだね、ラスト1あるから。でも、3枚出た。ワンボックス3枚出た、出る、出る、出る。嘘でしょ？いや、でも、ワンボックス4枚の可能性だってわかんない。これでもう箱、ない。ワンボックス4枚の可能性だってあるじゃん。今までたまたま3枚しかさ、出てなく、コンプできなかった。嘘！頼む！はい、終わった。マジで。コンプできんかった。S3 出ねえぞ、S3! マジふざけんなよ、ほんとこれ冗談じゃねえぞ。いや、もっと買えばよかった。6パぐらいでもうめっちゃ余ってたんだよ、ガチで。めっちゃ余ってたからさ、棚にすごい積まれてたんだよね。6パぐらい買ってくればよかった。これ、あ、3箱足りんぞ、みんなこれ。3箱でもコンプできないパティン、アルパティン余裕で。余裕だから、もうある限り買った方がいいわ。もう2箱で安心とか言ってる場合じゃねえよ、もう。3箱で OK みたいな、確実みたいな、思ってる場合じゃないわ。できない俺できんかったふざけんじゃねえ。なんであと1すげえ、しかもさ、気になるのがさ、シークレットなんだよ、出てないのが。シークレットトレイなんだよ。ごめん、ちょ、今回で終わると思ったんだけど、また次回。次回出して、みんなで見て終わろうぜ。このシリーズは、鬼滅の刃マンチョコ2ね。第2弾。クソ、コンプ今日で決まるはずだったのに。まさか3箱でコンプできないなんてな。夢にも思わなかったぜ。絶対できると思った、3箱あれば。2箱でも十分だと思ってたもん。殴ってやりてえわ、あの時の俺。くそー、6箱買え。タイムマシンで戻って6箱買えって言いたい。っていうかさ、俺気づかんかったんだけどさ、この赤座ちょっと切っちゃってた。やばくない？いや、これ切ったんかな？それともたまたまこうなってる？なんかちょっと削れてんだよね、ここ。これ一番最初で出た赤座、これ。ここにあるってことは一番最初のやつなんだけど、でもよかった、被りたくさんゲットしといて。この削られたやつも削られてるから、一枚貼ろうと思う。いや、楽しいよね。赤座を貼れば、赤座のパワーがね、宿るからね。ということで、今回はなんと3箱でね、コンプできませんでしたかいということで、次回こそ、次回はあの、ワンボックス。いや、200ぐらいあった方がいいかな。一応、念には念を入れてな。ちょっと、さ、あの、でも、あれだけゲットしてくるわ。できるだけね、ゲットして。多くゲットして、あの、チョコもたくさんクリアして、シールもたくさんゲットできるからさ。全然、あの、安心もあるしね。でも、それでも出なかったらどうしよう、コンプ。ネットで買うしかなくなるかもしれない。まあ、でも、とりあえず、次回ね、狙ってもう一回、パート2でコンプリートしようと思いますということで、また次回ね、全種類コンプリート会でお会いしましょう。まさかコンプできねえなんてな、すっげえわ、これ。強すぎ。全部で24種で、3箱、丸まま開けてもコンプできねえ。強すぎだろ！レベルマックスだぞこれ。レベルマックス。